食事をキロカロリー以下にすると爆痩せします。インチキダイエット業界を一刀両断。皆さんこんにちは。日本一わかりやすいダイエット指導しているダイエットトレーナーの根岸です。皆さんも私のダイエットメールマガジン登録してくれましたか？このメールマガを読むと私の動画がより一層理解が深まります。この動画の下の概要欄にそのメルマガの登録の URL を貼っておきました。無料なのでぜひ登録して読んでみてください。登録したけど届かないよっていう方はですね、 Gmail などのアカウントで再挑戦してみてください。さて今日のお話はこちら。ホニャララを変えるだけで痩せる、ホニャララキロカロリー以下で爆痩せ。出ましたね、過激な表現。私の動画って結構理屈っぽくて長いからもっと短く簡潔にしろっていうお声がありましたので、今日はそのリクエストにお答えして簡潔にお話ししたいと思います。皆さんってご自身の太る理由ってご存知ですか？一番の原因って何でしょう？それはね、こちら見てください。この三角形が鍵を握るんです。この正三角形とこの逆三角形、これホニャララ量とホニャララ量ですね。ここに入る文字分かりますか？これはね、皆さんの摂取量が正三角形、そしてこちらカロリーの消費量が逆三角形なんです。これ見て皆さん身に覚えありますよね。朝よりも昼、昼よりも夕飯が摂取量一番多いと思います。そして消費量、朝が一番多くって昼から夜にかけてそんなに体動かさなくなりますよね。だってそうでしょ、家に帰ってきたらテレビやネットサーフィンして激しい運動なんてしないんですから。そう、この三角形のギャップが皆さんの太る原因なんです。それはなぜかというと、この三角形合わせてみると分かるんですが、はい、こちらこのね、赤い斜線の部分見てください。消費量が逆三角形なんですよ。摂取量が正三角形なんですよ。ということはこの赤い部分って何かって言ったら、この摂取カロリーが消費できない余りの部分なんです。そう、皆さんはこんなにいっぱい食べてるのに消費量は逆三角形だから、この部分のカロリーの余りが生まれてしまうんです。この余った部分が何になるんですか？脂肪になる。なんて単純明快なんでしょうね。そうなんです、皆さんは食べる量、いつも夕飯が豪華ですよね。一日頑張ったご褒美って言ってたくさん食べてしまいがち。けれど皆さんは家に帰って何するの？激しい運動しないでしょ。なのでこのギャップ、これをですね、毎日少しずつこの赤い斜線の部分を積み重ねるからどんどん太ってしまうんですね。つまりこちらですね。はい、皆さんの太る原因は簡単です。摂取と消費のギャップ、そう、この赤い部分、この積み重ねが皆さんのお腹の周りの脂肪になってるんです。ではどうすればいいか、もう簡単ですよね。このギャップの部分が太る原因だって分かってて、なおかつ消費量がこの逆三角形なんです。どうすればいいんですか？そうです、この夕飯を減らせばいいんです。ここですね。そうなんです、今日のお題は夕食を変えるだけで簡単に痩せるってお話なんです。皆さんは家に帰ってきたらお風呂に入ってテレビ見て、あとはネットサーフィンして寝るだけです。なので夕飯に必要なカロリーってめちゃくちゃ少なくていいんです。なのでたくさん食べていた皆さんの食事をこの逆三角形の先端部分の量に合わせればいいんです。じゃあ具体的にどうすればいいのか、もう分かりますよね。はい、こちら食事の量は逆三角形、そう、消費量と同じ逆三角形の量にすればいいんです。じゃあどれぐらいかっていう具体的な数字はというと、はい、こちら500キロカロリー以下、今日のお題のこちらですね。はい、夕飯を500キロカロリー以下にすると皆さん本当に痩せます。騙されたと思ってやってみてください。私の指導してるお客さん、皆さんこれでガンガン痩せてます。簡単なんです、皆さんは夕飯食べ過ぎてるだけなんです。そして皆さん、この逆三角形にして500キロカロリー以下にして、まだまだ痩せたい、もっと痩せたい、自分には余裕があるよって方、これやってください。
この500キロカロリー以下の食事を低糖質にする。こうするとめっちゃくちゃ爆痩せします。私はたったこれだけの理論、これネギ式の逆三角形理論って言うんですけれども、これだけで何百人も何千人もダイエット成功させてるんです。皆さんは夕飯食べ過ぎなんだ、減らさなきゃって思ってたと思うんですが、実際になぜかって理由が分かってなかったですよね。なのでこういう理由なんだ、じゃあこういう理由を改善すればいいんだ、そのためにどうしたらいいんだっていう具体例、この流れを知らなかったからできなかったんですね。でも今日分かりましたよね。原因と具体策、これが分かればあなたは1週間ちゃんとやれば必ず結果が出ます。もちろん BMI22 前後の人は結果出にくいですけれども、 BMI23 以上の人は必ずこの流れやってくれれば成功します。私を信じてやってみてください。世の中にはね、いろんなダイエット法がありますが、もうそんなの無視していい。これだけ夜を少なくして500キロカロリー以下にして、なおかつ余裕があれば低糖質にする。実はダイエットってこれだけなんです。私のダイエット理論とか YouTube 動画っていうのはこれを事細かく理由を説明しているんですが、それ見るのめんどくさいよっていう人はそんな理論いいからまずこれやってみて、そうして、お、痩せるじゃん、ネギ氏の言ってること本当だったなって思って、私を信頼してくれるんであれば、それ以外のこれを細かく理論で説明した動画を見てくれれば、皆さんのダイエットレベルはさらに向上します。そう、最初はあれこれやらず、これだけやってください。私は嘘をつきません。っていうか、これ嘘のつきようがない紛れもない事実ですからね。はい、今日はこんな感じでシンプルな動画で終わります。今日の動画はいかがでしたか？この動画面白かったな、参考になったなって思っていただけた方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。皆さんの応援が動画のモチベーションです。皆さんのいいねのおかげで1週間連続 YouTube 撮影チャレンジ成功したんです。ありがとうございます。これからもぜひ見てくださいね。ちなみに私は低糖質パンを販売しています。この低糖質パンを使うと低糖質ダイエットがめちゃくちゃ簡単になります。この動画の下の概要欄にその低糖質パンの詳細を貼っておきました。ぜひチェックしてみてください。今日は以上です。